都の上司の池田市長は、今日高知県すく市の中平富弘市長とともに首相官邸を訪問。岸田総理や河野太郎デジタル大臣らと面会し、マイナンバーカード普及の取り組みについて意見を交わしました。都の上司は、今年1月、全国の自治体で初めてマイナンバーカードの交付率が9割を超え、日本一となっていて、池田市長は岸田総理らに、 カード申請専用車両など市独自の取り組みについて説明したということです。総理からはですね、まあこれまであのいろいろな努力をしていただいたということでまああのお礼をいただきましたし、まあ今後もぜひですねあのしっかりと取り組んでいただきたいという、えー、お言葉をですねいただいたところでございます。都古の上司ではマイナンバーカードを活用して現在およそ300の行政手続きをオンライン化していて。 今後もさらに市民サービスの利便性を向上させたいとしています。